もうハイサイタンでだっていっぱいのグループじゃん。だから俺はもう入った当初から大きいグループ企業にしたいなっていう。まあその YouTube 始まる前から仲のいいグループだったわけ。クリスマスパーティーしたりとかさ、 あの雰囲気で。本当の思いはそのハイサイ探偵団っていうのをこう、始まり方なかったね。かふかかかへいとか、ね、いじるなでそれでいけいけいけふからオープニングないんだ、うん、こうかんやついつも適当なんだよ。これですよ。これだけでもなんか合図あった方がいい。なんかあった方がいいじゃん。合図はつかみは絶対必要だよ。挨拶いらないけどなんか体の合図だけでもあった方がいい。じゃあ俺今勝手にやろうかな。始まったんだなっていうのが分かるぐらい始まったよって、うん、カフーカ…はい始まりました。カフーカ TV のお時間です。続きですね。OSC の続き。そうです。あの数珠つなぎ企画ということで、今ハイサイ探偵団のサブちゃん、沖縄県魚クラブカフーカの番です。二人は何かある、みんなと話したいことで。そうですね、一応、まあ、トークテーマとして一個持ってきたのが目標。チャンネルの目標、何掲げてるのかなっていうのがあります。我々はありきたりなんですけど、もう今銀の盾欲しいなっていう。10万、とりあえず10万人登録目指して頑張ってるんですけど、まあ、週1投稿なんでちょっと難しいところもあるんですけど、おかげさまで本当に応援してくれる人も増えたので頑張りたいなって思ってるんですけど、他のチャンネルはどうやってこうなんていうかモチベーション保つというか聞きたいですね。ありますか。まあ、だからハイサイのは大きいから俺の中から言った方がいいじゃないですか。始まる。ああ、今何人かもう伝えてもらって。今2103この間センス、うん、一気に伸びたよね。一気に伸びましたね。まあ元々の本当に目標が1000人だったんですよ。もう1000人いくっていう。で1000人の壁を突破するのに3年かかったのかな、はいはい、かかってもうめっちゃ苦労したんですよ本当に。もう、うん、もちろん喧嘩したとかもあったし、いろんなことがありすぎて、とりあえずもう欲張らずに1000人いこうみたいな。で今1000人やっと突破して、僕らの目標は年内一応今1万人なんですよ。おおで掲げてる。でそれに向けてじゃあ動画を、編集できる人増やしたりとか、はい、っていう工夫をちょこちょこさせてもらったりとかしてるんですけど、一番の目標はもう YouTube だけで食っていくことです。ご飯を食べる、はいはいはい、そこが今の僕らだよね。はいはいはい、まあでもそれより喧嘩の話は聞きたいんもともとなんか謎のチャンネル、くるぶし粉砕ですよね。なんてくるぶし粉砕ですね。くるぶし粉砕四字熟語、それが面白いんだよ。くるぶし粉砕っていうチャンネルでもともとやってて、一人入りたいっていう子がいたんですよ。 YouTube やりたいっていう子がいて、はいはい、入れたんですよ、はい、結構なこう我が強い子だったんですよね、うん、で僕らと合わないっていう摩擦が生じて一回全部がナーナーになったんですよ。そいつが入ってきてもう雰囲気も悪くなってでもうやめるっていう、はい、そいつも辞めたんですよ、はい、でそっからいろいろまた自分が一人で運営するみたいなのがずっと続いてて、でそこでやりたいということで一緒に入れて、うん、そしたら、まあ、入ってそうそうチャンネル名変えたいんだけどみたいな勇気が、くるぶし粉砕っていうのはずいなみたいな。でも俺好きだよ。俺も好きだし、由来が聞きたい、うん、だから由来はマジでみんなでノートに書いてたんですよ。あ、チャンネル名何がいいかな、チャンネル名何がいいかって。で何がいいって言った瞬間、一人のやつがくるぶしって言ったんですよ。でその時にあ、くるぶしいいねみたいな、ちょっと面白いなんか付け足すかみたいな時にくるぶしいいね、自分ちょうどここが粉砕骨折してたんですよでちょうどね、お前粉砕骨折してるから粉砕でいいんじゃんみたいな、ちょっと軽いノリでやってくるぶし粉砕。そのチャンネルの方一生聞かない単語だくるぶし粉砕しないしね、粉砕くるぶしで、ただこれの悪いところが、検索したらこのくるぶしをなんか痛めた人のなんか改善方法みたいな確かに一応あるよ、確かにくるぶしって検索すること、僕らのチャンネルが登録者が低いってのもあるんですけど、うん、ここを直すためのなんか動画がバンバン出てくるんですよ。そうだよね、くるぶしって検索することないもん。そうそうなんですよ。だからもうじゃあもう勇気がめっちゃナイス判断。まあそうですね。それで、はい、まあカジュマルハウスみたいな、ありがとうございます、沖縄っぽい感じのやつにさせていただきました、はい、でも今の目標は1万人で頑張ってます。1万人で頑張ってます。手の甲粉砕手の甲手の甲粉砕でこうやって釘打ちます。今日は手の甲で釘打ちます。体で一番柔らかい部分です。おいしそう。あ、何だっけテーマ。目標。目標。最終的な目標は長いんで、やっぱり直近の目標で言うと、はい、
今年の目標はさっき言ってた露出増やす。あ、ということは投稿頻度をと、まあ、投稿頻度もちょっと増やして2本ぐらい増やしたかな、はい、で、あの、まあ、できるだけ呼ばれたり声かかったら聞くようにして、はいはいはい、あの他のチャンネルでも、うんうん、あのハイサイさん以外でも、あ、だから花粉会にもよく来てくれるし、と露出増やす、はい、あとは自分なんかグッズ、T シャツ作る、おこれが大きいよね、2つ。そうだね、やんわり一応10万人って言ったけど、うん、10万人とか数字は、あ、そう、10万人も一応あったね、10万人もあった、そう、あとって感じだ、ね、それで6、月6、月6あれか、投稿、はい、を固定に、うん、6回、この4つだったっけ、今年の目標はもうこれで結構具体的なんだ、具体的に決めた、うん、去年、うん、ちなみにこれ聞けるんですか、長期的なやつ。まあ一応自分は潜り、もうそもそも YouTube 始めたきっかけっていうのが、はい、そのスピアフィッシングっていう、まあ、潜りのあれを、はい、今もうメジャーになってダイビングみたいにしたいんですよ。スピアフィッシングってことね、盛んに、うん、世界大会がある、ぐらいそのメジャーなスポーツなんで、はい、それをやっぱこの自然豊かな沖縄でできるようになったら、うん、世界中から人が集まるんじゃないかなっていうのがあって、沖縄厳しいもんね、うん、厳しい、日本自体が厳しいので、そのまあ、ルールも結構いろいろあるんですけど、はいはいはい、その辺の話多分なくなるんで、うん、スピアフィッシング、魚付きだけで一つの新たな産業にしたいっていうのが、まあ、一番最終的な大きな目標、一番最終的な大きな目標、端的に言うと、はい、詳しく言うとまた、ただ概要欄にもちょっとっぽいこと書いてますよ。あ、そうです、それ、はい、それは変わってないです、一貫して、まさにこれがもう目標というか、はい、あ、なるほど、ウィン中の収入源を上げるっていうのは一つ、うん、はい、まあ、あれなんですけど、まあ、その中でもその魚付きっていうのを一つの産業にしたい、ダイビングみたいなものにしたい、うん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 、それで飯食っていける人がいっぱいできる、それがそれで潤う人がいっぱいいる、うん、スピアフィッシングすごいよね、沖縄、日本、沖縄、特に沖縄みたいなぐらいにしたい、もうそれのきっかけになればなと思って始めたけど、もう道の長すぎて、まあ、今こういう立ち位置からやってる、少しずつ、はい、ありがとうございます、すごいすごいの聞いてた。これ続いてハイサイ探偵団さんからは、よとくさんとモーリーさん、聞いてもいいですか。これ実際この間ちょっと動画で拝見したんですけど、日本一の釣り YouTuber になりたいって、あのひっちゃんさんは、うん、もう踏まえて、もう踏まえて実際、ね、みんなが同じ方向に矢印向けて育って頑張ってるのかとか、個人的にはこうだとか、動画の方針的にはそうだよ、もう日本一の釣り YouTuber、 チャンネルっていうか、はい、もうハイサイ探偵だっていっぱいのグループじゃん、はい、だから俺はもう入った当初からあの大きいグループ企業にしたいなっていう目標があった。へっちゃんがもう大本の最初の社長で、俺とかだったらまた工場とか、あの板金工場とかね、うんうんうん、車関係の社長とかでもいいし、はい、でバンバンとかこうちゃんとかだったら飲食も居酒屋とか組織系の社長でもいいし、よったけさんだったらホテルとかも知識経験あるし、やる、やりたくないの、もう全然できるでしょ、できるはするさね、で各メンバー特色あるんだから、はい、それを生かしたグループ企業で一人一人一個会社持って、でみんなで助け合う、あのグループ企業にできたらなっていう気持ちはあった。確かに面白そう、実現したら、だってね、あのこっちが大変な時だったらもう7人で支えるバックアップしに行くっていう、1人をもう全然いいのかなって思った。これで、なんていうの、グループでやることの完成形じゃないのかなって思った。これが YouTube 以外のところで、うん、まあ、YouTube 以外の話だになっちゃうんだけど、うんうんうん、これが一番の完成形かなと思った俺は。目標、でもこれ YouTube の目標なんだよね、ハイサイ探偵団っていうチャンネルの、まあ、ひっちゃんが言うその日本一のね、釣りチャンネルにしたいっていうのは、まあそれは面白いなって思うし、まあ、こうできたら最高だなって思ってはいる、うん、だからその男女群島とかその、はいはいはい、メッカのところに行ったりするんだと思うんだけど、そろそろ入ってきた理由が、あのまあその YouTube 始まる前から仲のいいグループだったっけ、おお、うん、まあモーリーも一緒で、動画撮らない前からクリスマスパーティーしたりとかさ、 あの雰囲気でなかなかその居心地が良かったんだよね。でこのグループって唯一無二って思ってたんだけど、はいはいはい、世界観共感できる人ってあんま少ないなって思ってて、でもたまたまその SNS、 YouTube っていう世界で、はい、この全国的にこう共感してくれる仲間が増えたわけ、はいはいはい、でそれって多分ひっちゃんにとって一番嬉しいことっていうか、うんうんうん、みんなが共感してもう こっちにいるメンバーもみんな撮影楽しいなと思ってるグループ、まあ、逆に言うとひっちゃんが持ってないものを持ってるメンバーっていうのもあって、だ結果俺何やりたかったって言ったら、そのグループを
継続したいっていうのが一番の目的だったっけ。だから俺最初入る時に編集でいいよって、あ、そこで支えるから裏方として、そう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 、スムーズにいくんだったら俺編集でいいから全然表じゃなくていい、お前なんかはもう表に出てそのね今の YouTube を盛り上げればいいから、うん、後から入ったやつがどうのこうのっていうことはまずありえないからって、でたまたま人手が少ないとか、うん、出てほしいとか言われて、まあ、表に出させてもらってるんだけど、本当の思いはそのハイサイ探偵団っていうのをこのね仲いいまんまで、でみんなと一緒に仕事できて楽しいグループできたらいいなっていうのがもうこれが一番の僕の中の目標っていうか、今でも変わらない、変わらない思いだなって、うん、だから別に今からでも動画出ないで別に裏方でも俺は全然いいと思ってるっていう感じ、あとはもうひーちゃんが思ってるその思いをただサポートするっていう、うん、それに専念したいなっていうのが一番の目標、自分がどうこうしたいっていうのは今のところはない、ハリサイはなくなってほしくないからまずそもそも未来永劫でなんかみんな死んでもハリサイ探偵団は残り続けてほしい、ね、まあ70とか60になっても、まあ、ありえないかもしれんけど、あみんなの入れ歯を見てみようとかさダフデンと検証する、 どこまで熱いの耐えれるのか面白そうだね、ハマちゃんさんもありますか。自分はやっぱ影響力かな、このいいことした時にみんながついてくるようなボランティアとか、はい、マスクプロジェクトとか、はい、クリーンビジとかいい影響を連鎖させるのが役割かなって、起爆剤になるのが役割かなって思ってますね、なんか行動した時にね、社会にもたらす影響力、そう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 、ネットって別に知れてるから実生活まで持っていきたいんだよね、うん、それをベースをネットで見るだけで終わるじゃん、うん、だから見るってるだけのとこから実際に行動してその現場に行って手伝ってみんなで楽しみながら社会貢献するっていう、巻き込みながら、そうそうそう、もっと社会側に行きたいな自分、はい、現実ベースというかね、どこまで持っていきたいなと思ってね、これに関してはちょっと OSC のさっきのあれともちょっと通じるあれがありますよね、漁業のあれもあるし、ハイサイってもう本当に思ったらみんな本当に個性的な能力持ってるよね、ヨタケさんだったらホテル営業とかスケジュール管理とかできるでしょ、でバンバンこうちゃんだったらもうイベントとかあんなの運営とか、運営まではあれだけど、ジョイジョイはあの100キロ超えるっていう確かに100キロ超えるは才能、あれ、あれ、あれは才能だから、安倍さんは痩せてるあれも才能、あれも才能、どっちかね、マサックスは、うん、マサックス、ハマちゃんの質問がなんかあれわざと、わざと難しいとこ行く、どこある、どこある、本当にみんなそれぞれ特技があるから、うん、あのそれ生かしたなんていうの、そうだね、そういう会社をできたらいいなっていう気持ちある、それも動画にできるじゃん別に、それすらも動画にしていって、もう各々が成長していく様も撮れるから、そういうのが俺は楽しいなーって、うんうん、もうそれだったら一生続けれるって思う俺はもし YouTube が落ちてきたとしてもそれだったら、うん、まあ、食いつなげれるっていう言い方あれだけど、うん、いけるじゃん YouTube 捨てるわけじゃないけどね前モーリーさんが、うん、飲んだ時だったかな、僕たちはボランティアが仕事になるからすごい誇りに思うみたいなのを言ってて、めちゃくちゃいいなって、あの時以上です短っあとお互いリスペクトしてるもんね、あもうなんか思ったけど、このまあ大ちゃんは会社探偵団の編集をしてくる、うん、で応援してたじゃんリュマ、うん、あのハイサイに編集してやってくれたらあいつ才能あるからめっちゃ喜ぶし俺も嬉しいって言ってくれた、この器でもすごいと思う、自分なんかの編集マンが他の編集マンにとこ行くっていうのは、うん、結構リあ、ね、やっぱりリスキーですよね、減る可能性もあるし、うん、それをいや大義はそっち行った方が伸びると思うし、うん、絶対戦力になるからって言える金城さんめちゃくちゃすごいと思う、リュマなかなか愛されてる、うん、あでも本当にリュマね酒飲んだらね俺のこと褒めてくれるんですよあれ酒飲んだから一応顔の毛と似てるよね、顔の毛と似てるんだよ、ヨッタケさんヨッタケさんとリュウマって顔の毛と似てるわけよ、スペイン人みたい、これモリさん前も言ってましたよね、スペインって言ってましたよね、本当にマジでみんな一回動画止めてから検索してスペイン人、そこまでそこまでそのくらいインド人と変わらんから、でも今カフカさんも吉田さん、美子さんたちもやっぱハイサイにとっては頼りたい、本当にね、そう言ってもらえると本当にありがたいですね、頼りたいし、
飲みに誘ってっていうのなんか聞けましたかね皆さんの。いやもう本当に最後ね浜の。ああそうですね、聞いてないですね。浜の目標チャンネル浜の。あ、そういうこと。自分は遊びを全部ペイできればいい。あー、いいですね。遊びの経費にして、うん、ゼロにしたんだよ、ね、あ、じゃあ趣味みたいな。そう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 。あ、なるほど。趣味がペイになればいいんだ。そうそう、趣味できるぐらい。なるほど、うん、趣味ペイ。現状それは満たしてるんで満足です。すごい、すごい。あと何も気にせずライブをするっていう。あ、開催の看板も背負わずライブができるっていう。やってる、やってる。そうそう、忖度なしで話できるんで、うん、今日言ったことは全部忘れてくださいって。アーカイブ絶対残さんもんね。あ、そうそうそう、あの場だけだから面白いわけ。その場にラジオみたいな感じでてないとわからないこともあるから、うん、それをユーマーがめっちゃ聞いてくれる。あ、聞いてます、ね、うん、結構夜まで仕事すること多いんで、うん、音声メディアみたいな感じで、うん、ああ、ラジオ感覚で。そう、ラジオ感覚で。俺もたまに入ってるよね。モーリーさんはミュートしてます。ミュートしてます。見てこないようにちゃんとね。オッケー、しましょうかね。はい、ありがとうございます。じゃあ我々のチャンネルでは目標というテーマでお話しさせていただきました。楽しんでいただけたでしょうか。次はガジュマルハウスで熱き男たちのトーク続きますから、皆さん続きのガジュマルハウスもご覧あれ。よろしくお願いします。ありがとうございます。します。特等席がこっちね。こっちどうですか。ああ、確かに、ね、これで次がその下、ね、その下で3等がこっちね。そうか。布団付きで、あっちは上は特別特賞。上は2人っすよね。2人、あっちに2人入るんだよ。あっち2人入れるから。狭い、狭いっすよね。意外とね、だこう入るから。じゃこっち2の4の1。あ、こっち2かあっち2だ。オッケーっす。こっちは買いれん。これ買ったやつが選べるんですよね。もちろん。どこ座るかは。あ、なるほどなるほど。はい、オッケー。買った人から先に。はい、オッケーっす。最初はグッじゃんけんほい。最初はグッじゃんけんほい。おいしょ。おお、最初はグッ、じゃんけん、ほい。オッケー。どこでもいい、どこでもいい。どこでもいい。もう勝つべきして勝ってる。年長派が、うん、年長派がね。その方がいい。後で俺が一番取ったら、後でコメントが見えてるから、めちゃくちゃ、今日はめちゃくちゃ動いてたから。重労働してないくせに、一番ベッド取ったら、もう見えてるから。上行こうかな。やめて。あっち行って。あっち行って、あっち行って。俺、いびきがすごいから、上に行くよ。いや、みんな指くるさいよ。みんなうるさい。あっち行って。ナビラック立つから、走って、早く。じゃあ俺、上いただきます。やめて。勝ってるわけだから。勝ってるわけだからね。いや、好きで上なんですけどね。横に誰寝られたくないんですよ。ああ、なるほど。この下にも。そうそう、横に来るってことでしょ。ああ、なるほど。もう一強で。え、寝返り大丈夫か。寝返り。あ、そういうこと。寝返り中パターンもあるね。ああ、いいんすよね。うわ、来た来た来た。もう一応2位まで決まったんですよ。もう全部決まりました。はい、出る一応。ベッドの2位まで決まった。あ、すごっ。確定。いや、じゃあ俺2個と一緒で。おお。じゃあ上だ。あと決まってないわ。俺2個と一緒でいった。いや、マジで無理ってわ。1、2、3、4、5。OK。最初はグッじゃけんほいスイッ、うん、最初はグッじゃけんほいうわぁ、どうしよっかなぁ。これで、よした。確定。確定。よした、勝ちで。お、こっちのもじゃけんほい。じゃあ、吉野さんのあれを見ると、俺はもう、自動的にこっちで。あ、こっち、はい、こっちあ、なんであ、こっちも余ってるよ。上もあるよ。上もあるよ。私、こっちで。あ、これ上で。はい。おぉー。明日、9時起きですか、はい。コンビニに靴しちゃった。嬉しい。タオルあった。誰かがアラーム。あ、タオル買ってね。多分あるはず。誰かがアラームする。自分がやります。死にアラーム。あんまりするな。あの大のアラーム死にうるさいよ。俺もアラームうるさいんだ。みんな一緒じゃないんだ。あるんだけど。大アラーム取らんさ。起きないさ。あ、そういうことか。おい、なんだエビキかけ大丈夫？あ、自分もっす。ガーエースね。